Okay. Anyway, we go there to find out what's next.魔法がないとやばいことになりますよということで、はい、How's going everybody? I'm doing pretty good. I guess I don't know. とりあえず前回、前回はいろいろやってまあこの武器とかもパワーアップしてからのなんかまあでいろいろ探索し、あれもここだっけ？ここだったっけ？まあいいや、行こう。まあちょっと覚えてないんで、ああ。まあ、前回はいろいろあって、で、そして、ついに、7番目の神殿にやってまいりました。そして、その先に何が待ち受けているのかをこれから把握していくというのが、これからのエピソードでござる。あれ、早すぎたかな？ちょっと間違えてますね。間違えてますね。ひひひひひ。間違えた。間違えた。いけ、頼む、間に合うよ、間に合う、バカになってんの、ドゥスス、つまり君がやるべきことは、こういうことだ、そしてこうだ、もう行くんじゃないぞ、変なとこ行くんじゃないかな、お前、ちゃんと戻れよ、行けよ、よし、そして、その待ち受けるのは、謎のこの物体であった、しかし俺にはよくなんていうのがわからない、この、これなんていうものなんだいって、まあいいや、あーいいわ、おい、鍵を手に、ダラララーン、ランプ手に、ダラララーン、何をした感じでしたか、今日はあれですね、カナダのサンクスギビングデーでございます。10月9日かな、まあちょっと日本とあれで、ちょっと曜日が違うんで、曜日じゃねえ、日にちがちょっと時差的なものがあるんで、おい、これだ、おい、これどこ行くんだっけ、覚えてないよ。こうだっけ、ああおい、いけねえじゃねえか、ざけんなもんバカらが、たぶん調子に乗らないちょうだい、ちょっとあなたフックショットでボンボンしてあげますから、ね、おお、ルピーが浮いてるね、なんか骸骨が持ってきたけれども、おい行って、はい、どけ、はいはい、あ、ハートせやんだ、これはちょっとあれだな、ふい、よし、いいぞ、これはあれだね、どうすか、これなんかね、どれだっけ、はい、どっかになんかあったはず、あー、いた、これ結構強いね、ワンは強いな、てかこれあれじゃん、おー、いいね、こいつあれだね、あれてかワンは、おー、やばいだろ、これは、ちょっと待て、妖精さん、とりあえず妖精さん使うか、はい、あれ、あ、違うっつうの、バカ野郎、ふざけんな、ハラハラさせやがって、ハラハラどうなったか、とんでもない話でやまったく、あやべ、ここか、あー危ねまあとりあえずね、まあちょっとね、まあ今動画をアップしながらやってんだけど、動画をアップしながらやるっていうちょっと初の試みやってんだけど、まあいつもだったらあのパソコンの状態をさ完璧にしてからやってるんだよ、この LP やるときはさ、それなんだろう、じゃないとさ、なんつうの、昔ね、まあ昔 LP とかやった時にさ、なんかなんつうのかな、なんか動きが遅くなったりとかさ、重くなったりするせいで、なんつうの、動きがカッカクと、あ、これどっちだ、右かな、右行ってみようか、まあ、動きがカッカクになるときがあるからさ、だからそれはちょっとね、あんまり、なんつうの、動画を見る分にか、かん、かん、うん、動画を見るさにあまりよろしくないかなと思って、ね、あんまりそれはね、やらないですよ、俺はもう我慢できねえんだよ、俺はもうやりてえんだよ、やりてえからやるんだよ、おい、やめろ、ウサギにすんじゃねえよ、俺はウサギじゃねえぞ、俺よし、あ、ビームってくるんだね、なるほど、おっと、ここにあるのは、はーい、ボス系でございます、結構あれだね、ほんとあれですね、てかもう最近の俺のちょっとひどい、なんかもうとてつもないもうバカっぷりは、ほんとなんかね申し訳ないと思うんだけどあのアイス神殿とかなんかさ、あれここだっけ、もう一回行くかじゃん、あんま記憶ねえんだああゼロダのデスもダイバルだな、終わりに近づいてきたなちょっとなんか悲しすぎますけど、じゃあどうしてますかね、本当に、まあ、それ終わったら何をするかっていうことも
ちょっといろいろ考えてるんだけどね。なんか変、へとか言う、へとか言うと、俺、痛いよ。やめなさい。どっちだ、こっちか。違うっぽいな。こっちだな。あー、危ない危ない。くんなって。ハートない、あ、ハートなかった。ハートないし。まあいいや、左下のあれもちょっと気になるけど。いいよ、もう。どっちだ、右かな、こっちか。左から行ってみようか、じゃあ。おー、なんか怪しい。あれなんか飛んでくるね。おー、危ない。ちょ。これなんかさ、これできない。あ、無理か。これ。あ、ダメか。向かい合わせになったら撃ってくるとかそういうパターンだと思ったんだけど、案外そうでもなかったみたいに。パン、パン、パン、バラパパン。これさ、別にさ、あれ使わなくてもよくね。おい、こうやっていけんじゃん。おれー、ニランシローテネタ、これで素晴らしい。ほら、でっけえ。でかいね。でかすぎだろ。あの、ボスキーあるから、あ、そっか、なるほど、これいけんじゃん。あれって早くね、今回手が早いな。お、やばいね。ちょっと今回あれじゃん。今回結構サクサクいってんじゃね。いや、前のちょっとひどいあれと比べるとさ。ほい。今日はなんかやたら兵をたまったはずね。へへへって。一体何なんでしょうね。何のあれがあるんだろうね。おれ。おい、あれ。あげられた。ごめんなさいね。あれは何だろう。多分何もないと思うんだよ。多分上だ。何あれ。真っ黒クロスケみたいなさ。ちょっと体力ないね。体力ないとかやばすぎだろ。おれ。あ、まぜ。何やってんだね。うわぁ。やべ、ユーリステップ、オーマイガーッ。Use your brain, use my brain! Yeah, this is crazy. そうだ。あれなんだよ。ちょっとね。ああ、これ、あそこ、この部屋があったか。ちょっと待って。妖精があと一人しかね。まずいな。ちょっとこれはちょっとあんま覚えてないんだよ。これどういうことだっけ。ああ。どうかな。こうだったかな。こう。あそこだ、あそこ、わかったわかったわかった、オッケーオッケー、あ、違う、近えた。今んとこ下に行かなきゃいけないんだ。下に行って、まあスイッチがあるんですよ。それを、あー、やめて。もう一回いけるかな、いけるかね、いいですとも。はい。で、これで、まあ食らうのはもう気にしないから、気にしないんですよ、ね。別に知ったことだよね。よし、オッケー。あー、これどうだ、こうだ。自分の感覚を信じろ。消したければ、自分の感覚を信じろ。あー、何言ってんだかね、俺、行くよ。おー、危ない。よし。あー、これどれかがあれだな。どれが。あー、あかん。まあ今日はね、めちゃくちゃいい日なんですよ。今日はとてつもなくいい日なんです。なぜかっていうとね、いいね。こういうことだ。ひぃー、俺。これ下に何があるんだろう。ちょっと気になる。まあ、サンクスギビングデーと。もう本当はね、まあ、祝日なんだけどさ。まあ、祝日なんだけれども。なんだろう。あれ、なんもないじゃん。あ、いや、怪しいぞ。これは、多分あれだ。表の世界に何かあるパターンだね。俺はそんな予感するんだ。どう、俺来た、これ。なんだ、ここ。なんかあれだね。ごめんね、なんか。せっかくの、なんか、亀岩ダンジョンつうかさ。せっかくの、なんか、なんだろう。あれ、なんか、こう前に来なかった。おー、あら。OK! I'm back! Oh my god, it took so long time to get back here! Oh my god, what the hell are you doing? Oh my god, I don't know what to do. あの後ね、これか。あの後とんでもない目に遭いました。間違えて落ちました。間違えて落ちた逆に。だからまたね、またこれね、最初からやり直しなきゃいけないっていうのは、とてつもない目に遭ったんだね。俺、ストーカーやろ、すっこんで、このストーカーやろ。お前だ、お前。お前、もっとくれ。お前、これ、よこせ。よし。いい子だ。それでいいんだ。俺を閉じ込めるじゃありません。投げるんです。あれと言いつつ、こういうことね、ブーメラン使うと、まあ、ブーメランはあれだな。まあ、結構序盤からの相棒だからね。これなんかないの、なんかないのか、まあいいや。
まあ、いけんじゃねえかい。というわけで、かなりひどい目に遭いました。もうね、泣きそうになって、またこれ最初からねえけど。今日はヘが多いな。ヘエピソードやな。ヘピソードや。何言ってんだ、俺は。お、これボスじゃねえわ、そして。ヒヒヒ、どうしようか。さあ、行こうか。うーん、ゲスワーツ、エガタニューボース。ヒヒヒ、俺、何をするかって、何をするかっていうと、あ、これまずいな。あ、やってか、そういうことか。おい。なんだ。青いやつにファイアロッド。で、こっちの左の赤いやつにアイスロッド。で、これ結構前に序盤の方に行ったかもしれないんだけどさ。このアイスロッド。これ、なんだろう。これを手に入れてないとひどい目に遭いますっていう。ああ、これあれだな、アイスの方から、青い首の方から先に倒せばよかったな。これが邪魔だな。おーい、何、ついてくんな、バカ野郎。あれもうおしまい、まあ、アイスロッドはさ、なんつうの、まあ、オプショナルっつうかさ、まあ、自分の意思で取ることができるんで、なんつうの、ストーリー上全く関係ないからさ、まあ、揃い、取らないと、ここで詰まりますって。それこれ詰まったことある。というわけでおめでとうございます。手に入れたね。やったじゃないですか先輩。ヒヒ。お、ゼルダ、お久しぶりだな。あなたがここに来てくれてとても感謝いたします。あなたはやっぱり私の考えた通り伝説の勇者だったんですね。初めから会った時から分かっていました。ガノンは彼の塔で彼の場所で2つの世界をつなごうとしています。もしも彼が光の世界に入ってしまったら誰も彼を止めることができない。だけれども彼がこの世界にいる限りあなたは彼を見つけることができるでしょう。さあガノンタワーへ向かいなさい。私たちは私のパワーを使いそこのバリアを解いてみせましょう。失敗しないで戻ってきてください。分かったかい？イエス。トライフォースの輝きに導かれますように。よっしゃ。どうする？どうすっかな。ちょっと考え中です。結構キリがいい時間帯なんで一旦じゃあここで切ろうかなと思います。次どうすっかな。ハートピース集めたいんだけど、まあ、全部集めたいんだけどね。どうしますかね。あーそれもちょっとおーあんた覚えてろあんた覚えてろおいおーあれ聞かねえ。なんか手強い敵が出る手強い敵が出てきたところでこの先にこいつを倒すことできるのか。 Find out next time? I don't know.